い、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は、タウン宮崎編集部突撃取材ということで、海老野市にある大人気のレジャースポットアイススケート場に来ました。はい、種田さんですね。はい、スケート場長の種田さんにご紹介いただきます。よろしくお願いします。じゃあ早速中に行きましょうか。はい、消毒行きましょうか。はい、じゃあ今別府さん消毒お願いします。はい、今日のプレゼンテーターは今別府さんです。行きましょう。はい、ここで、はい、入場者用の、まあ、コロナ対策ですけども、はい、お名前とか、はい、住所、あと、体調ですね、はい、このあたりを書いていただきます。はい、わかりました。はい、じゃあ行きましょうか。はい、まあ、今日は天気がいいですね。そうですね。ねえ、でここが靴の貸し出し。はい、ここが靴の受付ですね。はい、あの表の方にあの券売機がありますので、はい、そこで券を買っていただいて、ここで貸し出しを、はい、と交換させていただきます。はい、はい、今年はいつがオープン？昨日の12月1日でした。おお、でいつまでですか？2月のですね、一応23日ぐらい予定してるんですけど、はい、まあ屋外なんですから、はい、暖かくなると、まあ、ちょっと、はい、教えてください。スケート場のリンクの大きさはどれぐらい？公式リンクになりますので、はい、60メーターの30メーターです。うーん、で多い時にはどれぐらい？そうですね、はい、過去一番多い時で、まあ2000人弱、2000人弱、1日にですね、はい、最近はもうコロナでですね、はい、少ないです。そのコロナの時に、まあ、密にならないようにとかあるんですか？一応ですね、450名ということに書いてあります。450名が、はい、がリンクの中に入っている、はい、状態ですね。はいはいはい、今日のいつも毎朝こう水をかけて、いや、朝というかですね、はい、あの夕方演劇終わってから、はいはい、あの向こうにあの車があるんですけど、はい、あ整備車というとこで、はい、整備をしているので朝、初心者の人たちは最初はどういうところからしていったらいいですか？まず最初はですね、はい、あの歩き方の練習なんですよ。最初から滑るっていうのは全然無理ですから。まず、歩き方。歩き方はですね、まず、こう、足の部位の字にします。はい、あ、足の部位の字。はい。で、このまま、はい、重心を真ん中に置きます。重心を真ん中。はい。で、膝を少し曲げて、膝を曲げると、上半身が周りに皆さんこう倒れるんですよ。はい。こうなっちゃうと、つま先に引っかかってしまいますので、はいはい。膝を曲げて、上半身を落としたままです。この状態で、スケートマークに重心をかけて、スケートマークに重心をかけて、で、歩くようにしますから、それは外がいいですか？いや、外でちょっとこうやってみて、はい、あとはまあ中に入ってやるんですけど、やっぱり滑りますから、ね、まあ、その辺の感覚も使うという。私は、そういう時には、教室とかもやってらっしゃる？スケート教室はですね、はい、土日にやってる。土曜日、日曜日、はい、お客さんが多いですね。で、平日に来られた時は私たちに行ってもらえれば、教えますので。料金は無料？無料です。あ、無料なんですね。はい、はいはい、で、教えてもらってちょっとずつ。そうですね。やっぱりあのスケートっていうのはあの体感で覚えるもんですから、はい、あの来てその日にもうバンバン滑るっていうことじゃないですから、うん、やっぱりこう回数を重ねていって上手くなっていくというスポーツですね。わかりました。今日はそのちょっと滑るのが上手な、うん、そうですね、はい、あのうちにあのバイトの島さんっていう子が今年から入ってるので、はい、彼女はあのフィギュアスケートを習ってる子で、その子にあの見本を見せてもらいますので、はい、あ、分かりました、はい、じゃあ島さんよろしくお願いします。今年からですね、あのうちでアルバイトをやってもらってます、島さんです。はい、よろしくお願いします。こんにちは。どれぐらいのキャリアですか？小学3年生から小学校3年生からこちらに通ってらっしゃる。いやいや、あの
下のところで、はいはい、ちゃんとしたスケートクラスで、はいはい、フィギュアスケートを習っております。うーん、どんな、もう結構飛べること、飛べ、飛べ、飛ぶところは飛びます。へえ、すごい。ちょっと氷も硬いんでね、はい、ちょっと危ないんで、はい、あのちょっとこうくるくる回ってもらったりとか、はい、色々、はい、したいと思います、はいはいはい、わかりました。じゃあ、はい、よろしくお願いします。まずちょっとこう、まず足を軽く滑って、おおおお、すごい。あ、ここでも寒っ。もう、上手だから、ちゃんとすごい滑られる方がちゃんと、本当だ、うわ、すごい、すごい。白い靴を履いてるだけで上手っぽいですね。わ、すごい。じゃあ、どこそのまま、はい、お願いします。お願いします。その魅力は何でしょう。やっぱり、うん、普通地面で、うん、動いたり飛んだりするところを、うん、綺麗な氷が動いて、うんうん、華やかに動けると思います。素晴らしい、すごいですね。羽田さんもちょっと軽く、いやいやいや、軽くお願いします。いや、大丈夫です、大丈夫です。アイスホッケーなんで。あ、アイスホッケー、おーおーおー、すごい、気分高い。あ、すごい、すごい、すごい、わ、すごい、わー、自由自在、素晴らしい、ありがとうございます。いや、すごい、ありがとうございました。最後に、会場が、お日にちがいつまでかっていうのと、はい、どっか、視聴者の方に一言お願いします。海の工業部がスケート場は12月1日にオープンいたしました。今シーズンは2月の末を、予定しております。ただ、屋外スケート場なものですから、天候によりましては、若干、前倒して閉鎖ということになるかもしれませんけど、まず、その辺は、お電話いただいてご確認願えればと思います。はい、じゃあ、すいません、今日はありがとうございました。羽田さんでした。さよなら。ありがとうございました。Cute, laughy, funny, amazing. You make me happy.